伸び上がり像伸び上がりまたは伸び上がり入道は、愛媛県北上郡か波村や徳島県、飯屋地方をはじめ、日本全国に伝わる妖怪。目の前に現れたかと思うと、見ているうちに次第に背が高くなり、それを見上げれば見上げるほどさらに背が高くなってゆく。愛媛の東上郡上町では、その姿を見上げている人の喉元に噛みつくとも言われ、香川県では首を締め上げたり、 その人の方へ倒れかかってくるとも言う。徳島の伊屋地方では、竹やぶの中に一尺ほどの姿で現れ、次第に大きくなって、竹の背丈ほどにまで伸び上がるという。昭和、平成以降の妖怪関連の文献においては、同様の特徴を持つ妖怪、三越入道の一種とされる。愛媛の下羽村では、地上から約一寸あたりのところを蹴飛ばして、目をそらすと消えるといい。 道県南上郡内海村では、見越したと呼びかけると、姿を消してしまうと言われた。外見は、影のようにはっきりとしない姿とされるが、丸くて、奇妙な石のようだったとする説もある。昭和以降の話では、1988年頃の、ある日の深夜1時過ぎ、神奈川県で5人連れの友人たちを乗せた車が、広沢寺温泉のトンネルに入ったところ、 脇道から煙状のものが吹き上がって人型となり、それを目撃したものが後にこれを伸び上がりだと語ったという事例がある。伸び上がりや購入道の仲間とされる妖怪に星ちぎりがある。見ている間にずんずん背が伸びる妖怪で高知県物部村山崎に出没したと言われる。幻とも言われ同行者には見えないとされる。正体は獣の化けたものとする地方が多く、 タヌキが化けているとなどと言われるほか、愛媛ではカワウソが化けていると言われている。愛媛の民話ではカワウソを伸び上がりともいい、大乳道に化けて人を脅かしたり、肩車をしてどこまでも高くなってみせるという。実際にカワウソは後ろ足2本で直立する習性を持つことから、警戒のために直立したカワウソの姿がこの妖怪の伝承につながったとする説もある。 ありがとうございます。